RPGG 過去 RPG ではない。じゃあ何？ということで今回はこちらの RPGG というゲームをやりますね。まあその名の通り GG が主人公の RPG らしいですね。じゃあ早速ニューゲームで始めたいと思います。見てください、このタイトル画面、しょっぼ、一面の空にデフォルトのフォント。よく来てくれた勇者ハロルドよ。もうさ、これちょっとバカげた RPG、 いつもこっから始まんの、なんなん？毎回毎回王様の一言目から始まるよね。よく来てくれた勇者ハロルドよ。これさ、みんな同じ作者さんのゲームじゃありませんからね。毎回違う作者さんの RPG なんだけど、毎回毎回ここから始まる。お主に来てもらったのは他でもない。なんと、魔王が復活してしまったのだ。まあ、いつも通りの始まり方だけど、ハロルドいなくない？てか、ハロルドなんだね、ジジイ。このままでは、世界は復活した魔王によって滅ぼされてしまうだろう。うん。故に、お主には再び、魔王を倒してもらいたいのだ。再びなんだ。もう一回倒したことはあるんだね。勇者よ、どうか世界を救ってくれ。いや、ワンちゃんこの王様よりもジジイなんだよね。年上のジジイに頼むのか、やだな。おお、後ろ、なんて。めちゃめちゃおじいちゃんじゃん。こんなおじいちゃん一人に魔王退治頼むの？お前イカれてない？このままだと世界は魔王の手によって滅ぼされてしまう。魔王を倒せるのは勇者の血を引くお主だけじゃ。勇者の血を引いてるからってジジイに頼むのはどうかと思うけどね。お前行ってこいよ、王様。どうか頼む、世界を救ってくれ。なんで？もう無理だって、聞こえねえんだから。じいちゃんももうちょっと近く行けばいいのに、なんでそんな遠くで聞こうとしてんだろうな。魔王が復活、世界がやばい、倒せるのはお主だけ。オッケー。なるほどな、聞こえたんだ、よかった。で、なんで？もうダメだ、王様人を変えた方がいいと思う、ガチで。俺もこのじいちゃんは操作したくない。もう近づいちゃったか。だから魔王倒せって言ってんの。うるさいわ。そんな大声で言わんでも聞こえちゃう。いや、聞こえなかったんじゃ、これ4回目だよ。でなんで？ダメだって。鼻水出てきちゃった、ちょっと。もうやだ、このじじい。ちょっとさ、この王様の顔ちょっと変わってんだね。冗談だよ。ちゃんと分かっておるわい。わしに任しておくさい。魔王なんぞ軽く蹴散らしてやろう。おお、さすが勇者ハロルド。なんと頼もしい。では、よろしく頼んだぞ。ところで、ね、メシアは早く始まれよ。いつまで続くのこれ。さっさと行け。はい、行こう。足おっせ。ちょっと待ってね。そう、オプションで、あ、女子ダッシュあるじゃん。変わんねえ。ちょっとじいちゃん、じいちゃん、あんまりお年寄りに、てかゲームのキャラだからってあんまり悪口言いたい、もう絶対言われると思うんだけど、いくらゲームのキャラだからって悪口には良くないぞって多分言ってくる人絶対いると思うんだけど、早く走れじじい。俺これで行かなきゃいけないの？めちゃめちゃ焦燥よ。勇者殿、どうかお気をつけて。誰か止めてよ。あとはこれ、うちのばあちゃんからです。よかったら食べてください。めっちゃいい人。回復餅さん、喉詰まるて。おじいちゃんに餅食わせちゃあかん。マジック餅、そんな体に悪そうな餅食わせんねん。おお、もうじいちゃん死ぬって、喉詰まって。最近子供たちの間で樽に火薬を仕掛けて上空に飛ばす遊びが流行ってるようです。モンハンの小樽爆弾じゃん。もしやってる子供を見かけたら危険なので止めてもらえるとありがたいです。じじいに頼むねん。おめえが行けよ。おじいちゃんよ。ちょっと王様、勇者よ、頼んだぞ。
お前一言も喋んねえじゃねえかババア。私他人の足つぼを押すことが趣味なのです。勇者殿の足つぼをしてもよい。おーマジで移動スピード上げれるの。では行きますわよ。じゃんおーやめろ卑猥だよもう。どうでしょう。おー足が軽くなったような気がするわい。そんな変わらん。そんなに変わらん。やっとデフォルトの速さぐらい。さて出発する前に準備をするかな。おーいハロルドばあちゃんとかじゃないの。よくいるじゃん、あのマーシャちゃんだっけ、デフォルトの名前。なんか魔法使いみたいな子。あ、ちげ、クソジジイだおい遅いっておいちょっともうやだ、やめよっかな俺このゲーム早く来てこれね、裏技なんだよ。でもああ来た、来ちゃった。ちょっと待ってちょっと見てよじいちゃん、よだれ垂れてるって。目ラリってるじゃん。まともにもう視力ないじゃんこれ。ちょパーティーに入ってるとやめてよ。疲れた死にかけじゃん。もうお主はたかし。誰？アレックスだ。あ、目がまともになった。名前かっこいいそうじゃったわい。それで何か用かの、ヒロシ。タカシだって。あ、タカシにアレックスだ。やば、俺もおじいちゃんみたいになっちゃってる。時代じゃ。お前、魔王城に暮らしな。そうじゃが。まったく水臭いじゃないか。かつての仲間である俺を置いていくなんて、ついてこないで。俺も一緒に魔王城に行くぞ。お主がついてきてくれるならば心強い。よろしく頼むぞユージ。まあしょげ、お前も突っ込めや。聞いてねえんだな、もうアレックスが仲間になった。あ、違うか。うん、でもまだちょっと足早くなったからいいかもしんないね。お前なんだ、お前、お何見てんだよ。お前なんだ、お前も仲間なのか、おニワトリ。ダンディーチキン、すみません、何か食べれるものを持ってませんか。お腹が空いてここから動けないのです。食べられろ。お前はハロルじゃ、ニワトリの部位でどうがし。桃かな。皮、あーわかる。え、おじいちゃん皮脂っこくない。俺はハツが好きなんだ。おやめなさい、私をそんな目で見るのはおやめなさい冗談じゃよ。取りに行く。なんということ。私に手を出したらあなたたちを暴行罪と動物殺傷罪で訴えますよ。裁判も起こします。慰謝料も請求します。覚悟の準備をしてください。いいですねだから冗談だよ冗談。ちょっと一つ一つ長い。まだ魔王城じゃねえや、ま、王城から出て数歩しか歩いてないよ。全然進まないやん。鍵がかかっている、戸締まりをしっかりしている系の家のようだ。いや、それが当たり前なんだけどね。RPG の世界がおかしいんだよね。この井戸とか何もないのか。何もないな。なんかこういう RPG でちょっと隠し、何喋ってんじゃん。もう疲れたのまたよだれ垂れてる。はぁ。俺は、ここまでみたいだ。帰っていいよ、もう。もう、足が動かん。まさか、しっかりするんじゃ。まさかず？あ、まさかずっつってんの？お前、そんなボケ、そんなしかいたって。ブッよしのりー、呼んだ？休憩はもういいかの。はい。元気 0.85 倍だ。0.85 倍で下がってない。じゃあ行くとするかにゃ。ちょっともさ、もう進めよ。本当に本当に進まないじゃん。酒屋ドスケベ場にまあドスケベだけど、お店はまだやってないの。また夜に来てね、おじいちゃん。エッチエッチエッチだな。あれもうお前もう帰れよ。お前いらねえよお前
るな。さっきの女が、どうして見ちゃったんだ、顔。もう私は、興奮して興奮して、心拍数が。もう、もう死ねよ、お前、もういいって。さっさと死ねよ、お前、もう。口悪くなるけど。よし、いいで。なんだ？この流れもいいから。心拍数は下がったかの？あ、もうないない。片目すごいカピライてんな。話吹けよ。じゃあ、行くとするかの？もう進もうよ。うちのじいちゃん、年のせいか耳が遠いし、人の名前間違えるから大変だよ。俺の後ろにいるじじいの方大変だよ。こうはなりたくないの？なりかけてるけどね。しかも少し歩くだけで疲れるくせに勝手に徘徊するんだ。こうはなりたくない。おめえだよ、じじい。じじい87歳、お前年下かよ。なんでハロルドの方元気なの？お前全てにおいて負けてんじゃん、ステータス。いつものつ、いつものつ。あ、待って、さすがにつけとこう。うん、じいちゃんの服脱がす趣味はないからな。スキルはないんかい。腐っても勇者と戦士じゃないの？忘れてない？いろいろ。え、魔力が込められた餅使うと MP が回復する。ただしジジイが食うと死ぬ。じゃ食えねえじゃん。食えないじゃん。お餅に薬草を混ぜ込んだ一品。食べると HP が回復する。ただしジジイが食うと死ぬ。なんで渡したの、あいつ。確かに俺もそう突っ込んだけどさ。とー、割とちゃんと RPG じゃん。ハロルド、俺たちが向かうのはここで。右だろ。あ、そこ間違えるんじゃないと。あ、最初の城みたいな感じね。オッケーオッケーオッケー。とりあえずいるな、なんかすでに。え、何もなく戦うの？ジェルが出現。スライムじゃなくてジェルなんだ。え、なんじゃこいつは。こいつは、そうだ、田中さんちのせがれだ。なわけあるか。田中さんの息子さんじゃったか。ずいぶん大きくなったの。ほら、もうアメちゃんをあげよう。豚足ラムネ味がか。なんだその味。それともじじい食えねえだろ、そのアメ。どうせジュル、そんなもん喋るんかい。俺は魔王軍四天王の一人、喉越し爽やかのジェル様だ。ビールか。貴様らここで死んでもらう。覚悟しろ。なんと魔王の手先だったか。ならば戦うしかあるまい。行くぞユウスケ、いい加減名前覚えろ。ああ、任せろ。ところで田中さんって誰じゃ。え、誰それ、ボケてんじゃん。逃げる選択肢ないんだな。だってスキルないでしょ。餅食わ、ジェルに餅食わせたら死ぬんじゃねえかな。今攻撃するか。ちょっともう全然田中ない。え、おい、よっす。え、ちょ、もう一回頑張れ。え、アレックス。なんだ、攻撃が効いておらぬ。ちょ、何、ちょっとアレクサ、やめて。わあ、これダメだ。これ、あ、あれだ、名前、あ、あれ、アレクサとさ、そっくりだから、感動するんだ、これ。もう名前読めねえじゃん。じゃあ俺、あいつ、ユウスケって呼ぶしかねえよ。チュその通り、俺様は水でできている。故に物理攻撃などが効かないのだ。さあ、諦めてくたばるんだな。もう一人くたばった。ならば魔法で倒すまでじゃ。あ、だから なんで攻撃したの。覚えてるし。究極魔法ギガシャイニング、めちゃめちゃ強そう。呪文を唱えることであらゆる敵を消滅させる究極の魔法。あ、本当にそれ。名前だけじゃないよね、説明も。言葉だけ、口だけじゃねえよな。おい、ちゃんとやれよ。ちゃんと食らうがいい。究極魔法ギガシャイニング。何？おい、おい、呪文なんだったっけ。せい、もう終わっていいかな。ハロドたちは戦いに敗れた。魔王なんて倒せねえよ、こんなんじゃ。
おお、勇者よ、無事だったか。偶然通りがかった兵が気絶したお主たちをここまで運んできたのだ。何があったのかは死ぬが、次は助けられるかわからぬからな。十分気をつけてくれ。よく生きてたね。言うても攻撃されたでしょ、80歳のじいちゃんが。さて、一体どうしたものかの。へえ、物理攻撃が危険な気がするからな。俺は気絶して知らないんだわ。いや、気絶で済んだならまだいいよね。奴には魔法も効かなかったのか。そうじゃな、わしの究極魔法も効かなかった。いや、効かなかったじゃなくて唱えられなかったんじゃん、ジジイ。そうか、ならば宮地を倒せる手がかりを探す。そうじゃな。ちょっとまだここか。もう進もうよ。すみません、何か食べられる。まだそれ、お前ついてきてくんね。もう、なんやねん、ほんと何もイベントないじゃん。女の子がいる。お家は？いや、ここも戸締まりちゃんとしてるけど、いや、ここは開いてほしかったな。アイテム盗みたかったんだけど。うん、かわいい。どこに隠れちゃったんだろう。お嬢ちゃん、どうかしたのかい。あのね、うちで飼ってるみーちゃんがどこかにいちゃったの。みーちゃん、みーちゃんは樽に隠れるのが好きだから、どこかの樽の中にいると思うんだけど、私一人じゃ探しきれないの。探しきれるだろう、数個しかねえじゃねえかよ。そっかそっか、ならばわしらも手伝おう。え、いいの？いいと思う、わしらに任しておくとよい。ありがとう、変な匂いのおじいさん。じゃあ私は違うところ探してくるから、見つけたら教えてね。まあね、傷を負ったけどしょうがないよ。あの子だって悪気はないんだよ、ちっちゃい女の子だしさ。わしって臭い？スイカの皮とザリガニを混ぜたような匂いがするな。うーん、臭そう。気にすんなって、ハロルド。そっか。ハロルド深い傷。いや、俺もおじいちゃんになったらこう言われると聞くんのかな、孫とかに。まあ、孫ができるかわかんねえけど。おい！おい！ちょっと作ってみる？あ、なんで？まあ、ここの樽ではないんだよね。俺の予想ね、ここだな。これ。あ、いた。ガチでいた。なーん。猫なーんっていう。まあでも聞こえるか。なーん。あ、言ってそう。なんじゃ猫が。みーちゃんじゃないの？驚いたの。心臓がキュッてなったわい。なあヒロ、心臓がキュッて俺もなるよ、でも。え、ヒロアカのさ、1話からもう俺すでに心臓キュッてなるよ。ヒロアカの1話めちゃめちゃ心臓キュッてなるよね。ちょ、アレックス、ホットも帰っていいから。どうした？もう、触死したよ。心臓が動いとらん。死んだか。安らかに眠れ、和義。お前、引き出し多いな、名前の。呼んだか？いや、もう本当に死んでいいよ。ちょっと本当に俺悪口だけどさ、もう本当に死んでいいよ。生きてたか。まあな。では、行くとしよう。これで生きてんのにスライムの攻撃で気絶すんなよ。みーちゃん？なあ。え？もう本当にすまない。私が作りました。作りました。いや、もうわけわかんない。右、ああ、何を手に入れた。代償として四国が消滅しました。進める気あんのこのゲーム。なあ、さっきの猫がみーちゃんだったんじゃねえのか。それはどうかの。あのお嬢ちゃんはみーちゃんのことを一言も猫だとは言っておらんかった。確かにそれは少女が悪いということは、猫イコールみーちゃんという考えは少々浅はかと言えるだろう。でもなきにしもあらずだよね。猫イコールみーちゃんの可能性もあるんだよね。一応聞いてみればいいやん。あ、もうそんなのねえんだ。
ごめんおじいちゃん。なるほどね。じゃあ何を基準にみーちゃんだと判断するんだ。一目見てにみーちゃんだと感じ取ったから感じ取ったら可能。なるほど、直感ってやつか。お前の直感は昔から冴えていた、冴えていたもいたもんな。なら判断はお前に任せるぜ。俺も勘だから今のは突っ込まないにしよう。うむ、任しておくとよい。いや今のみーちゃんじゃないの。あ、こやつがみーちゃんかな。可能性的にはよりよりのありだな。では捕まえるとするかの。はっ。逃げたの。どうする、追いかけるか。いやよいじゃろ、あれはただのおっさんじゃし。そうだな、あんなやつがみーちゃんなわけないしな。あれをみーちゃんと勘違いするやつはきっと頭のおかしいやつだろうな。まったくじゃ。では引き続きみーちゃんを探しとするかの。いやね、俺この喋り方やった時顎めちゃめちゃ曲げてるんだけど、これ1時間くらいやったら俺どうなんだろう。デフォルトで曲がっちゃうかな顎。ちょ、おめえみーちゃんじゃねえの、ダンディーチキン。あ、何をあげますか。ちょっと待って、一回セーブしよっか。何食えないの。あ、食えない。これは何ですか。いいえ、これは私の妻です。こちらの女性はあなたの妻ですか。いいえ、それは何です。もう黙って、本当に。もう何あげよ。鶏に何あげるもんなの。え、鶏って何食うの。これは何ですか。なんとありがたい。もう帰れおめえ。なんといってもナンは私の大好物なんですよ。引きちぎるぞおめえ。ではありがたくいただきますナン。食おうぜこいつ。ごちそうさまでした。おかげで元気が湧いてきました。アレックスどこ向いてんだよ。これは俺です、受け取ってください。合法の葉っぱをジジイに何ても渡してんだよ。ではアディオス。あ、でもこれで道具屋に行ける。にゃあ、間違いない、こやつがみーちゃんじゃ。しゃー、捕まえるぜ。しゃーぬ、かなり警戒されとるようじゃの。なら、まずは警戒を解くためにみーちゃんと遊んであげようじゃないか。ほら、みーちゃんおいで、一緒に遊んであげるよ。俺と遊ぶということは死ぬ覚悟ができてるんだろうな、ジジイ。え、銃持ってんじゃん。こいつもこいつだな、じいちゃんに銃めけてるよ。みーちゃんが出現。ねえ、こいつみーちゃんなの。みーちゃんとのお遊び。みーちゃんとは特殊な戦闘になります。この戦闘で使える技は4つ。おもろそうだな。ちょっとショット、ローリング、チャージ、スーパーショットです。覚えられるかこれ。ショットは MP1 消費して相手に1ダメージ1ダメージ。ローリング、 MP1 消費してダメージをゼロにする。MP を回復させるチャージと、あー、スーパーショット使った方がいいんじゃないかな。お、なお素早さは同等なので、どちらが先に攻撃できるかは完全に運なので気をつけましょう。運ゲーかよこれ。はこいつぐらい嫌です。なんで。じゃあアレックスじゃん結局。え、持ち意味ないしな、スキルで。スーパーショット使えないの。あ、 MP1、 あ、チャージしなきゃいけないんだ。じゃあチャージしよう。当たんなよ、当たんなよ。あ、あ、え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 、でも同じ体力ってことじゃないの。で、チャ、いいよいいよいいよ。で、多分あいつチャージでショットはしてこない。したとしても体力は1いくらだけだよ。で、2になるからもう一回チャージしてもいいんじゃない。チャージ、あ、打ってくるんだね。まあいいや、でも大丈夫でしょう。もう一回チャージしよう。チャージして、あ、あいつもチャージしたな。待って、スーパーショットしてくんじゃない。ローリングしとくか。一応ローリングしとこう。うん、あ、違う、あ、ミスったかもしんない。あいつ1回打ったから、今あいつ MP1 だったんじゃん。ってことはよ、多分次こそスーパーショットしてくるからローリングしよう。うん、オッケー。え、いいのか。あいつの攻撃って何なの。チャージしよう。大丈夫なの。なんでだよ、なんでだよ、なんで的確に当てていくんだよ。チャージしよう。打つね、打つね、打つねよ。待て、これで俺が倒せるかは分からないんだよな。でも俺 HP1 なんだよね。あいつがまたチャージしてくれることを願ってスーパーショットしてみるか。撃て。え、よく、いいんじゃない、いいんじゃない。え、やばいじゃん。次絶対、あ、ローリングできない。あ、俺死んだかもしれん。頼む頼む、くっくっ、あ、死んだ。
待って、これ絶対勝たなきゃいけないの？クソむずいやんけ。じゃあ一回ショットでまず撃っちゃおう。で俺も食らうでしょ。じゃあもうこれで五分五分でしょ。でチャージし、お前もチャージするんだろ。知ってる知ってる。同じ動きすればいいんじゃね。あ、分かった。俺必勝法、もう同じ攻撃同じ行動する。そうでしょ。でお前またどうせ回復するんだろ。チャージでしょ。俺もチャージだろ、チャージだろ。いやでも俺ここでチャージするかな。あ、お前もチャージするもんね。知ってる知ってる。絶対そうだと思って。で俺はスーパーショット使うんだお前に。オッケー。え、お前1ダメージでしょ。お前俺に2ダメージでしょ。俺チャージするのもう一回。でお前また攻撃してるんでしょ多分。知ってる知ってる。でもこれで俺がねショットしたら俺勝つと思う多分。はい、しね。おーし、勝った、絶対勝った。おーし、俺の予想通りじゃ。アレックスも勝利。コロコロニャー。死ぬかな。でかい社長ヨシド、みーちゃんも懐いてくれたようじゃ。さあお嬢さんの元に行こうではないか。ちょっと俺喉死にそう、この実況撮ってて。いやお嬢ちゃん。あ、おじいさん。お嬢ちゃんが探していたみーちゃんじゃが。そうなの、私みーちゃん見つけたの。え、え、ほらめっちゃ猫じゃん。しかもかわいい子猫じゃん。いや、おじいさん手伝ってくれてありがとう。手伝ってないよ。この村の樽を3つほど壊しただけだよ。自分で見つけちゃったけど手伝ってくれた俺だよ。いい子やな。10ゴールド、もうちっちゃい子の10ゴールドは大金なんじゃないの。ありがたいね。じゃあねバイバイ。うん、どうした。あ、そうか、俺らが見つけたみーちゃんは何だったの状態だね。ちょっと間違ったみたいじゃな。あ、ここ声カスカスになってきたかもしれない。こんな時もあるにゃん。帰れ。にゃん。いや、お前ついてきて。お前仲間なってくれよ。このジジイだけじゃ絶対無理だって。おい、ここ何だったんだろう。ニペペ星人 A。ペコイペラキジョガラコツペラコツキオブラコツカラコツペカツカラコツペカツペケ。アルビカラベジカラベロレケ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 ロブルベジャバラブルベレバレブルベレ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 ベ、あれなんでここ治ってんだろう。あれここ治ってるんだけど。いや、ここなんかあるでしょ。何の店岩塩でも売ってんのこの店。お前どうやって出んのこっから。いらっしゃい。うちは道具屋だったけど発注ミスで塩を1000トン頼んでしまった結果、売るものが塩しかなくなった店だよ。雑に置いてるな。もう地面に置いてんじゃん。直置きやんけ。塩明日には夜逃げするよ。じゃあ塩買うしか。あ、でも待って、これジェルに効くじゃん。海水や岩塩から作り出されるしょっぱい物質。ところで浸透圧って知ってる？いいよね浸透圧。ありがとうございました。てかお前夜逃げするなら全部くれよこれ。ジェルに1トンぐらいやろうぜ。なんかこれ RPG じゃないね。うん、もう分かってる。もうこれもうながら作業みたいな、もう一本道だね。あー、ちょっと、はい、行きたかったけどな。ちょっとこの銅像とかもなんか調べたらなんかも出てこないね。はい、じゃあ行こうか。もうそろそろ本当に進もう。ちゅふふふふ、また来たのかさ子供め。前回は運よく逃げられたでこれだが、今回こそ息の根を止めてやるぞくたまり。ほい。ハロルドは塩を投げつけた。はっ、なんだ体が溶けていく。お主は自分の体が水でできてると言っておったな。ならば塩をかけることで浸透圧によりお主の水分が外に吐き出される。つまり溶けていくのじゃ。なめくじに塩をかけた時と同じ現象だな。バカな俺様が
塩ごときで。やっと、やっとスライム倒した。ふん、四天王とはいえ所詮こんなものか。よし、ハロルド魔王城に向かおう。俺はもう早く行きたくてうずうずしてるんだ。ちょっと待って、一回水分補給していい？さすがにしんどいよ、喉が。死ぬ。よし、行くか。ちょっとこっち行けんのかな。おい、魔王城はそっちじゃないぞ。え、ここ魔王城なの？え、マジ？よし、着いたね、魔王城に。右のマップなんだったん？はて、魔王城とはこんな感じだったかの。何をしておる。魔王城といえばここ、キャバクラ魔王。もう死ねよおめえ。ここの一番人気のめぐみちゃんの父は魔王を聞いていても過言じゃないぞ。ちょっと気になるな。やれやれ、相変わらずお主は父が好きだの。お前は嫌いなのか。大好き。よし、行くぞ。まともな美人でやって。じゃあせめて。いやー、残念だったな。もう帰ろう、本当に。もういて。今日は一番人気のめぐみちゃんは休みだそうだ。代わりにベテランでナンバー2をつけてくれるらしいが、もう嫌な予感しかしないじゃん、ベテランって。失礼します。来た来た、さてどんな娘かな。俺もう3回くらいため息ついてる。はじめまして、梅子です。チェンジで。ってあれ、誰かと思ったらハロルドにアレックスじゃない。こんなところで何してんのよ。危ねえ、今アレックスって言ったからアレクサが反応するかと思った。危ねえ。こんなところで何してんのよ。おお、よく見たら花子ではないか。マーシャよ、梅子じゃねえかよ。ほほ、そうじゃったそうじゃった。こんなところで何をしょるんじゃ。マーシャなんかい。見てわかる通りここで働いてるの。ちなみに梅子はここでの源氏なんよ。あ、そうなの。あんたたちこそ何してるんだい、じじい二人がこんなところで。実はその、ちょっと喉がやかあかん。じじい、あれさっきソファに座ってたよね。お前蹴飛ばしたんか。ババアやべえな。なるほど、魔王がね。よし、私も手伝うよ、ハドルド。いいのか。何言ってるのよ。私たちは今でも仲間でしょ。そのくらいお安いご用さ。そっか、感謝するぞ日曜。誰？じゃあ私は店長に事情を話してくるから、その間にそのハゲを起こしておいて。ちょっと助けて、喉死ぬ。もういやー、ここ話しかけなかったかもしんね。よしのぶ、そろそろ起きるがよい。もう言っても何回目だった。本当にもうさすがに笑えんから。あ、普通に起きた。へえ。お、いかん、今回は重傷じゃ。しっかりするんじゃ、強し。ハロルド、覚えているか。昔、ヨドラの下でお前とした約束を。ああ、覚えておると思う。二人で一緒に大王グソクムシを捕まえる約束じゃろ。違う。ケイチ！なんだ？そろそろ行くぞ。ハゲ。いいっても！飽きたからこのくだり。ちょっと楽しいけど。帰っての準備はできたわよ。そっちは大丈夫かい？うむ、無事生き返ったぞ。はあ、よく見たらお前。ごきげんよう、ハゲじじい。そっちも元気そうだな、ゼニゲババア。ゼニゲババア。相変わらずアコギな商売してんのか。うん、あの商売やめちまったよ。さすがに埼玉を消滅させなやりすぎた。何があったの。へえ、じゃあ今何をしてるんだ。私もさすがに反省して今は他人を助ける仕事をしてるよ。そうだ、あんたたちもどうだい。何がじゃ。これよ。何これ。これはね、幸せ玉っていうの。めこーわ。怖い。近い。幸せ玉っていうのはね、幸せの神ゴッドプルゴキ様の祝福を最大まで詰め込んだものなの。ゴッドプルゴキ様っていうのはね、今最も信仰されてる神様の一人で、信じるだけでみんな幸せになれるの。この幸せの中の方の勝ちという一枚で、お手伝いの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 
その知り合いの人もなんかこう宝くじに当たったわ。とにかくすごい汁物なのよ。しかもそれだけじゃないの。この玉はオーガニック製法で作られてるから美味しく食べれるの。味もパクチードナットとカレーを足して味がしなくもないわ。こいつらでたらもうこれ以外のことは考えられないわよ。さあみんなで一緒に幸せになりましょう。もうこいつはダメだ。魔王より弱になっとる。ハロルド、こいつの言うことは絶対に信じたらダメだぞ。もうこの BGM やめよう本当に。ハロルド、どうした。はあ、息がない。今度そっち。そうか、もう限界だったか。ハロルド、安らかにな。は？いや死んどらんよ。生きてたっか。うむ、話が長くて寝ておったわだけじゃ。で、なんじゃったっけ、ゴキブリかと思ったら黒豆だったっていう話だったかな。まあそんな感じじゃ。全然違えよ。いやてか全然違うかもわかんねえ。話全然聞いてないから。そうか、では花代も仲間に加わったことだし、本当の魔王女に向かうとしよう。もうこの流れだったらもう一人来るやん。マーシャが仲間になった。やっぱマーシャ来んだね。お、ちゃんと装ってたね、マーシャ。何このパーティー、腐ってんな。ちょ、どうやって体力回復するのねえ。ちょっとお前なんか覚えてんだろ。あ、ファイヤー覚えてるじゃないか。あれ薬は全然使える。85歳だし。あ、もう本当にお前いらないよ、アレックス。お前究極魔法どこ行ったん。おい、あ、これどこで使うんだろう。乗用車のコメント、使ってみな、飛ぶぞ。やめろお前、長州力。食ったみな、飛ぶぞ。やめろ、ちゃんとおじいちゃんだからな。もういや投げって、投げって、ここでもイベントあるかい。え、どうしたんだよハロルド、急に出して待ったりして。びっくり腰か。はじめまして勇者ハロルドさん。お主は佐藤。佐藤ではないか。確実に違うだろう。違います。私は魔王軍四天王の一人。一体みんなからは便所飯のイーキャンと言われています。お前いじめられてる。便所飯のイーキャン、バカには信じられ。実在したのか、しているのか。いや知らん。そうか、トイレでご飯を食べるなんてかわいそうに。大丈夫、いじめられてない。幸せの玉いる。いりません。やかましい人たちですね。まあいいでしょう。あなたたちはここで醜く死ぬのですから。なぬ、な、なんじゃ、あれ、あ、あ、いねえ。危ねえ、名前言うところだった。何が起きた。ハロルド、吐きがいないわ。まあよくね。む、向こう側から声がしてくるの。行ってみましょう。行って。ああ、めっちゃいる。貴様ら嘘ばかり言おって。俺が本物はあいつだ。貴様を、あ、話しないな。貴様こそ嘘をつくな、このハゲジジども。てめえもハゲだろうが、この偽物が。一人は確実に偽物だ。その通り、俺が本物。君たち全部違う。ということじゃ。正彦が4人に増えておる。さっきのやつの仕業かもしれないわね。おお、ハロルド来てくれたか。見てくれ、気づいたらこの通りわしの偽物が現れよった。わし以外はもう逆化けてる偽物だ。何を言ってる偽物め。俺が本物は A だ。ほざくんな偽物でも。ハロルド、ダメだよな。俺が本物だ。ハロルド、俺たち仲間だよな。俺が本物だってわかるな。そう、一体どれが本物なんじゃ。落ち着いてハロルド、あの偉人の言葉にこういったものがあるわ。何時、パンがなければ相手の、あ、咳が出る、タイム戻ってきたわ。左頬にボディーブローを絡ませなさいってね。つまり暴力よ。みんな芝居たら何も問題ないわ。一理あるの。やめて。本物がどれだか分かるな。偽物は見た目には似せても、中身までは完璧に真似できないはずじゃ。一人ずつ話していってみるかにょ。だって結局ボケてるから正解分かんねえだろ。じゃあ偽物だと思ったやつは幸せだ。まだ頭勝ち割っていきましょうね。いや、溝落ちじゃないの。腹ぶん殴んじゃないの。攻めしよっか。この目を見ろハロルド。こんな綺麗な目は本物の私だけだ。さあ偽物を殺し、とりあえずキープしようか。全員見よう。ハロルド、わしは信じてるぜ。お前との友情な。ちょっと似怪しいな。ハロルド、俺は本物だ。わかるよな。間違えたら道連れするからな。
いやワンチャンでも裏を、いやこの4人の中にいないんじゃね、このここら辺にいたりするんじゃない、この4人とは限らないだろう。こいつは知ってるかハロルド、タラバガニはヤドカリの仲間なんだ。次回こいつにしてみていい、頭かち割ったら中から本物のアレックスが出てくるかもしれないよね。アレックス反応しなかった。こいつは偽物じゃ、やっちまえ。あ、偽物の頭かち、あ、そっか、ごめん、まあお前偽物だろ。ひゃっババ怖っ。ハロルド、信じていたのに、ちゃんとモンさんかい。ガク、あ、試合だったのかい。いや、マジで知らん。まず一回セーブしよう。ちょっと待って、こいつは違うだろ。こいつは偽物じゃっちまえ。いやし、お、おぶな、バレてしまいましたか、申し訳ありません、イーキャン様。ガク、あと2択、こいつ臭くね、本物、このよだれ顔はもう本物だと思うけどな。お前偽物なら1位、お前だ、やっちまえ。よし、いけ、もう大きい声出したら俺の音して、あ、やっべ、こいつ本物っぽかったの。葬式結構豪華だな。こっちは俺、もうやれ、もう、はい、早く進みたいの俺は。くそ、バレちまったか、ガク。よかったよかった、このまま勝ち合ってもよかったんじゃない。ひどい目にあったぜ。だがさすがだぜハロルド、偽物でも全部見破ってしまうとはな。当然じゃ、わしが仲間のことを間違えるわけなかろう。まったく手間をかけさせないでよね、詫びとしてこの幸せだ。もうたわん、あ、いいキャン、そっか、いいキャン倒してねえんだ。おやおや、やりますね、仲間同士で醜く争うと思いましたが、まさか偽物を全員当ててしまうとは。残念じゃったな。そうですね、残念です。やるか、お、強そう、新イーキャン。私の手でわざわざ始末しないといけないのは本当に残念ですよ。ちょっとこれはマーシャの力を見したいな。豚のように泣き苦しみあがくとよい。あなたたちはここで無様に死ぬのです。強そうだな、破壊ね、ちょ、逃げよう逃げよう逃げよう、絶対勝てねえからこれ。マーシャ、お前のファイアどんか、防御力も上がった。ちょっとこいつめちゃめちゃ強くない？ねえ、なんかもう4人目の仲間来て、まともなやつ。ちょっと、長えから、臨場性もあかんな。ちょっとどうする？あ、ちょっと、合法の、なんかないの？あれ、ダメだ。マーシャ、ファイア使って。ファイア。弱っ。要は、すみません、口ではいろいろと言いましたけど、実は自分戦闘はクソ雑魚でして、流れで変身もしたんですけど、正直あれ意味ないですし、ちょっと張り切りすぎて調子に乗っちゃっただけなんですよ。なんでその命だけは。どうするハロルド、そうじゃな、じゃあ一発ギャグをして面白かったら見逃してやろう。本当ですか？ただし面白くなかったら、へえ、はい、イーキャン君の面白ネタ、3、2、1、どうぞ。グーチョキパーで、グーチョキパーで、何作ろう、右手はチョキで、左手もチョキで、醜い争い。かわいそうに、一体誰がこんなことを。この惨劇を繰り返さないためにも魔王を倒さなくてはの。さあ行くとするかの。なんで回復してんのお前、なんで体力回復してんの。ここ魔王城でしょ、行けるんかい。この橋を越えたら魔王城か、しかし長い橋じゃの。ちょっと待って、一回ロードさせて、これ絶対どうせ勝てねえから、ちょっと待って。とりあえず、ハロルド、魔王城じゃないぞ。ああ、行かないといけないんだ。巻きイベか？この橋を越えたら魔王じゃうか。しかし長い橋じゃの。たあ！こんな歩いていったら足と腰がブレイクしまうよ。文句言ってもしょうがないでしょ。さっさと行くわよ。うん。
あーこれ通れねえんだこの水晶玉で。よっしゃ進め。足と腰がブレイクしたのか。違うわい。ちょっと待って、ここに特殊な警戒が当たるわ。解除することはできぬか。じゃあ私はちょっと、ダメだ、俺この声であかんな。セキュラーズタイム。この声をやめよう。私にはちょっと難しいわね。まあ案外これにはご用心なんとかなるかもしれんぞ。しょい。あ、死んだ。ああ行ってらっしゃい、さよなら。もう戻ってくんなよお前マジで。本当に行ってな、本当に。俺こんなにおじいちゃんが、あー行っちゃった。無理やり突破するのは無理そうじゃの。どうしたものか。そうだわ、彼の力を借りましょう。誰じゃ。ルキウスよ。確か北に行ったところに住んでるはずよ。なるほどの、確かにあいつなら何とかしてくれるかもしれぬな。ほら、早速開館しちゃった。戻ってくんなよおめえ。ルキウスはそちらよ、ここか。あのさ、ルキウスも知ってんのよ多分。デフォルトなんかメガネかけてるやつでしょ、若い頃。でもジジイだから多分違うと思うんだけど。何これ。うむ、立派なメガネ畑じゃ。いいんじゃん。あ、踏みやらしちゃってるけど、いいんかな。おい、ルキウス、おるか。どうすか、知らんね。あいつのことじゃ、どうせ本に集中してきたんだよ。おい、ルキウス、出てこないと畑のメガネ全部レンズに指紋つけるぞ。割とちゃんといたずら、やばい、おっぱい。やばい、もう頭回んなくなってきちゃった。そんなことをしたら、鼻から糸こんにゃくしか食べれない体にしますよ。あ、気づいたか。ルキウス、お主の知恵を借りたいのじゃ。魔法省の結界についてですよね。その通りじゃ。さすが話が早いの。そのことについて僕からも伝えたいことがあるのですが、とりあえずこんなところで話すのもあれなので、中に入ってきてください。そうか、では入らせてもらうぞ。え、あらないの。何してんの、早く入ろうじ。いや、あがんのじゃ。鍵がかかっておるようでな。どういうことじゃ。おい、ルキウス、あげろ。あいつは何のつもりだ。死ねこいたルキウスのことよ。入るためには何から条件があるのかも。はあ、忘れてたぜ。あいつそういう性格だったな。しょうがない。ハロルド、あたりを調べてみようぜ。え？え？俺、え？こ、え？めっちゃ若いやん。いや、何してるんですか、あなたたちは。そこは田中さんの家ですよ。早くこっちに入ってきてください。は？え、嘘でしょ。お前んちここか。お前んちここかよ。え、お前なんで普通なの。でもやっとジジイ声じゃなくいける。久しぶりですね皆さん。70年ぶりぐらいですか。ずいぶん年を取りましたね。そうだな。そういうお前は全く変わってないな。あれか、難しいに飲んだ薬のせいか。そうですね、魔王を倒すために飲んだ霊薬、あれには不老の効果もありましたから。年を取らず若いままっていうのは羨ましいわね。いいことばかりではありませんけどね。それでルキウス、話というのは何じゃ。その前にハロルド、君が話しかけてるのは僕のメガネですよ。本当だ。今気づいた。こっちに来てください。しまいしまい、うっかりしようとわい。で、話してるのは何じゃ。す、大丈夫様。す、もうルキウスいたのか。先ほど知らない奴がこの部屋にいたぞ。す、大丈夫様。す、もうルキウスいたのか。ダメだ。あんま笑わんようにしてるけどこれ無理だ。ちょっと作者のセンスが普通にいいんだよな。めちゃめちゃおもろいな。よしよし、じじいと遊ぶんじゃないよ。すみません、ちょっと面白かったので。では本題を話しましょう。実はですね、僕は魔王の復活にはいち早く気づいていました。当然魔王女に貼られた結界のこともです。なので僕はあの結界を壊すための道具を作ろうと思ったのですが、とある材料が足りないのです。材料とんな。ええ、ニトロール層という珍しい薬草が必要なのですが、いかんせんこれがどこに生息しているのかわからないのです。
お前さえも知らないものをおじいじがどうやって探せばいいんだよ。なんか俺持ってんじゃね、もしかしたら。あれもなんかあるよね、俺。実はここから西に行ったところに大きな屋敷があるのですが、そこには探し物を 100% 当てられる占い師が住んでいます。その方に会って薬草の何かを聞いてもらいたいのです。 100% 当たる呪いなんてうさんくさいわね。お前よりはマシだよ。あ、ふむ、そんな便利な占い師がいるとはの。ならばルキウスはなぜその占い師に薬草の何かを聞かないのだ。聞きたいのは山々なのですが、僕出禁を食らって入れないんですよ。出禁？ええ、初めて行った時に庭が寂しかったので庭にメガネを敷き詰めてきました。そしたらなぜか出禁になったんです。そうか、それは6対4でお主が悪いの。4どこ悪いの相手と。そういうことなので皆さんよろしくお願いしますね。だる。なんかこいつんち燃やす方法とかないの？ちょっとマーシャー、ファイヤー使っていいよ。この家燃やそうぜ。なんかわかんないけど、なんか腹立つじゃん、こいつだけ若えの。なんかムカつかね。なんか隠しアイテムとかねえのかよ。おいおい、クソ、おいおいおい、おいてめえだけ。おい、ここから西にいたところに、うん、大きな屋敷ですよ。ちゃんと徘徊せずに行ってくださいね。わしをボケたじじ扱いするんじゃない。まだそこまで置いてないわい。で、どこに行くんじゃ。このゲームこんなに時間かかると思ってないからね。普通のバカゲーの RPG ってさ、言うて長くて30分ぐらいで終わるでしょ。俺その感覚でやってたけど、もうすでに1時間撮ってるからね。もう疲れてきたよ。屋敷広くない？しかもデビルだったじゃん、魔王側やん。あいつ絶対この屋敷のやつ。森の奥にある大きな館そこには占い師がいるとルキウスは言った。なんかどこかで見たことのある文章だな。中に誰も言わ、もう構造同じ。しかも知らんメガネいる。中は思ったより広いんじゃな。なんだか寒いわね、この家。もう帰ろうぜだろ。おい、おい、さっさと占い師を探そうぜ。どうした、怖いのか。おい、シャシャと占い師を探して帰ろうぜ。誰だよお前。バカバカしい。オタクに優しいギャルなんているわけないでしょう、科学的に考えて。言っちゃった。おい、気をつけろよ。何が始まんの今から。さっきの男は誰じゃ。よしろ、そんなことよりシャシャと占い師を探しましょう。え、ここでは移動スピードが一定の速度になります。え、ちょっと待って。何が始まんの今から。一定のスピードってこれが一定、長ネギ、これは何、なんで通り抜けんのこれだけ。セーブしとこ、もう一回。え、ちょっと待って、一回右行く前にちょっとここのチラシだけ見して。何これ、この先調合室、関係者以外立ち入り禁止。まあね、あのゲームを連想するなら一番右に多分そのメガネはいるんだろうけど、あれ、いなくなってる。鍵がかかっている。カレンダー。知るかよ。すき焼き用牛肉。え、放置しとくか。寝室の鍵、寝室の鍵。え、でもここにいるんだよね普通は。うん。で、左に行くと影が見えるんだよね。知ってるよ。あ、構造違う。鍵がかかっている。ここは？あ、トイレだ。ここになんかあるんじゃない？あ、すき焼き終わりした。なんでトイレにあんのそれ。あとは？なんでこんなにアイテム手に入るんだろう。ちょっと待って、アイテム見ていい？あ、寝室に、寝室の鍵。2って何？これ、葉っぱ？薬草って書いてるよね。長ネギ、説明もねえんかい。これ何のためのやつ。これ最終的にこう具材集めてここですき焼きしないよね。俺の予想あってたら俺本当にこのゲームやめていい。鍵かかってる。ちょっとなんでこんな無駄に広いの。今からここでなんか別ゲーすんの。下割れてるな。ガタガタや。おい、ガタガタじゃんこれ。ねえ、もうガタガタやん。準備しとこ。誰？ガタ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 、誰？
お前誰顔はっぽいな。見なかったことにしないでくださいよ。顔まともやん。さっきブスだったけど。うわ、絡まれじゃ。お主は何者じゃ。私はこの屋敷の主人、魔王と言います。主人ってことはあんたが占い師かい。はい、占いと副業で薬作りをやっています。ならばちょうどよかった。実は占ってもらいたいことがあってんの。いや、それが今はちょっとできないんですよね。なぜじゃ。実は家の中に緑色の化け物が侵入して徘徊してるんです。化け物とな。はい、なので見つからないようにここに隠れていたのです。そのうち化け物に見つかって殺されてしまうと思っていたのですが、私の運もまだ尽きていなかったようですね。あ、これが四天王なんじゃない？3人目お願いします。あの化け物を何とかしてください。倒してくださった暁にはお礼もします。占いもタダでやりますから。どうするハロルじゃ。たった化け物退治なんて正直俺きついぞ。ちなみに占いって一回いくらなの？どんなものを占うかによりますが、基本的に10万ゴールドから20万ゴールドですね。高いわね。詐欺じゃないの？私は安い方ですよ。他の占い師なら30万ゴールド以上取りますから。へえ、私も占い師やってみようかしら。このゲームの中で1枚目のこいつだろ。 OK、 処方した。まだ何もやってないでしょうが。わしらにそんな大金は払えんな。仕方あるまい、化け物退治を引き受けよう。お嬢ちゃんも困ってるようだしの。ありがとうございます。多分化け物は図書館にいると思うので、この鍵を渡しておきますね。もう図書館にいるの？逃げんの俺。ではよろしくお願いします。いや、もう今からそれが始まるじゃん。一応こっちも行ってみる。全部鍵かかってんだろうな。じゃあ行くか、そのまま。ちょっとね、ほんとこのゲームでこんなに時間かかると思ってなかったんで。行くよ。絶対ここだもんね。え？白菜かな？レタスかな？で、ここら辺のやつを取ったらなんかあった。ここもずれたりしてね。ずれないよね。いないよね。いないんだよね。で、取ったら来るんだよね。うん。知ってるよ。物置部屋の鍵を手に入れた。で、上向いたらいるんだよね。あ、来た。ちょっと待って。動けなかった。白菜だね。なんじゃこいつは。バカ野郎、見ればわかるだろ。これはキャベツだよ。何言ってんだい。これはレタスよ。こじつけ、よく見るんじゃ。これはキャベツでもレタスでもない、ごぼうじゃ。いった。え、めっちゃ強いじゃん。こりゃ勝てないわ。逃げるぞい。こっから始まるってこと。あ、やべ、一回入れ。危ねえ。俺逃げゲーが一番前からね。でもちょっと待ってね、これちょっと言い訳し、これね、押すじゃんボタン、右とか。例えば右押してからちょっと遅延が発生してから下に行くからちょっとむずい。あ、逃げれた。めっちゃ簡単だった。あ、いない。すげえ簡単だった。もう行こう。もう本当に終わらせよう、マジで。俺さ、だってもうまだちょっと絶望してるよ。だってまだ四天王のうちの二人しか倒してないしさ。長っ。あ、ここじゃないんだ。え、物置部屋の鍵どこで使うんだ。これバージョン何のやつ。すごくない。俺さ、この元になったゲームの名前出してないの多分みんな分かってるよね。ここか。きったね。ボロボロやん。なんだこれ。小さな小箱を手に入れた。これその真央ちゃんだっけ、そいつの家なんだよね。なんでこんな汚いの、ここ。物置っていうかもうゴミ。カレンダーの8日と14日に印がついている。814なんじゃないか。うん。ああ、このペン危ねえ。今ちいちゃんみたいな声出しちゃった。ちょっと待って、今ピアノの当たり判定が。ああ、もう終わっちゃった。なんで木箱、何木箱、何かが入っている小さな木箱。素手で開けられそうにないが、もうよく、もうそうだ。ああ、なるほどね。で、あそこのコンロに火ついてるから、そこで火つけて木箱燃やしてってことが。わかったで、おじいちゃん。で、ここだろ、これ814なら合ってるはずだぜ。来たな、白滝かい。白滝、こんな大事な宝箱に入れるなよ。大事な宝箱ってなんだ。宝箱に大事に入れるんじゃないよって言おうと思ったら大事な宝箱になっちゃった。で、ここに、
あ、燃やそう。客室の鍵を手に入れた。これ来ないよね。来そうだな。来ないか。あ、これ出たら右か。足遅くね。ああ。ごめん。もうちょっと、なんかさ、もう普通に、さってやっていい？せって。あ、2回左下に、あ、ちゃんと説明してくれてんだね。オッケー、行こう。もう何もリアクションとかどうない。もうとりあえずここのエリアを速攻でクリアしちゃおう。もうちゃちゃって行こう。これ来るな。これ逃げポジションあるもんね。これは？届かないの。何か踏み台があればいいんじゃが。あ、これ椅子動かせんのか。いやさ、これさ、めちゃめちゃちゃんと作られてるゲームだよね。普通にめっちゃいいゲームだと思う。めちゃめちゃクオリティ高いし。たださ、なんかね、めっちゃ疲れる。これ実況者向けじゃない？めっちゃ疲れるもん、このゲーム実況してて。喉が。占い部屋の鍵。お、いいんじゃない？で、これ多分来るから、多分近づいた瞬間に、あいつ来るんだよ。来ねえんかい。来るんかい。逃げれるからさ、余裕で案外。これ調べる余裕もあるからね。時計調べれなかったな。これで、ちょっと待って。一回転見ていい？占い部屋の鍵。二回左上だから、あそこだね。もうここ行っちゃおう。オッケー。簡単だな！お前まだ来るんかい！こう行って、オッケー。もうこれ来ないでしょ。うん。すごいでしょ？一回も死ぬ、え？一回死んでみるか、逆に。ここ入っても、いるんだね。オッケー。いや、早いって！諦めんの早くない？で、これは水晶で。あれ？なんだこれ？またパスワードあんのか。1234。ちょっと待って、これなんかヒントだね、とりあえず。何？浴槽の鍵。はあ。ちょっと待てよ。1234なのはわかるけど、何がヒントになってんだろう、これ。うん。ここが1なんだな、とりあえず。は？椅子の数だったりして。は？で、ここ3だったよね。なんだ？何の数字だこれ。とりあえず1階か。なんだよお前もう。うざい。ここ風呂だろ。あき、え、あっ、なんか来なかったな。ここか、風呂。あ、来た。もういいから本当に。何お前。え、来るの？なんやねん。なんやねん。なんか割とちゃんとランダムなんだな、これ。ここ入って、もうちょっと待って、ほんと頼む、行かしてくれ。いい、うざい。うざい、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 もう行く、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 もう行く。行っちゃう。セーブして。あ、よって、いない、よかった。もう疲労。ただ、疲れてきた。もう、すき焼きできるって！豆腐流れを牛乳が、すき焼きできるよ！なんも関係ねえじゃん、すき焼き。ここ先トイレか。あれ？ちょっと待って。あれ？ちょっと待ってね。ん？あれ？あと進み方わかんないぞ。1、3、4、2だったっけかな？何があんだ？え？ちょっと待って。一回適当にやってみていい？どういうこと？これ。あ、わかったー！なんでこんなに時間かけてたんだろう。数字書いてんのよ。そういうことや。右下が物置部屋で、これがに、待って、一回まず上行こう。これで、数字を照らし合わせれば OK ってことだ。これでしょ？ 1,2,3,4。ちょっと待ってね。寝室が、2。右上だから、1,3,2。ん？うん。あ、もうわけわかんなくなっちゃった。はい。あ、5,2,7,3だ。5,2,7,3。5723。5723。ごめんね。これちょっともう出ちゃってるけど、これ一回ミスっちゃったんだよね。5723。来たー！セーブしよう。でさ、俺これさ、探してる間にさ、なんかさ、すき焼きのレシピでいつ手に入れたかわかんないんだけど、なんかこれあったんよね。だから結局、すき焼きを作ればクリアなんじゃないの？残り多分 C だけなんだよね。よし、もう行こう。本当にもう。もう疲れてきた、本当に。おもろいけど、疲労感が半端ない。
超大声さ、ここか。やっとだ。何これ、こうなってんの。あれ下か。え、あ、ここでやるのか。しいたけ、これでやっとすき焼きができる。見てみろこの王様、これにあの化け物をぶち込んだらイチコロなんじゃないか。あ、白菜も混ざって美味しいすき焼きできるやん。なるほど、いいアイデアじゃ。しかしどうやってこの中に落とすかの。確か上の、あ、危ね、確か上の階に材料を落とすために穴があったはずよ。よし、ならばあの化け物を引き出し穴に落とそうではないか。うん、ちょっと待って、一回調べてみよう。何も調べれない、ダメだな。じゃあ白菜出さなきゃいけないところでしょ。一回セーブしとこう。来いよ白菜、ちょうどいいタイミングで来い。来ないんかい。ちょ、来て。あ、来た。いや、どっから来てん。おい白菜、あ、来た。なんでこういう時すぐ消えんだよおめえ。おい頼む、来てくれ。そう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 。ねえ来いって、めっちゃ腹立つ。ちょ、早く来て。あ、そう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 。で、ナイスナイスナイス。お前すげえジャンプ力あるやん。やったな、こいつあの脇物もくたばっただろ。うむ、だが一応様子は見ておくかの。いい感じに茹で上がってシャキシャキの白菜になってるでしょ。ほら、でけえでけえ。これ1年間ぐらいはこのまま食えんじゃないかなって。シャキシャキ、いや、ピンピンしとるな。おう、おう、にくい、にくいぞ、熊本県民がにくい。なんというおねん、こやつは相当な恨みを持っておるぞ。食え、食え、我を食え。ねえハロルド、この化け物もしかしたら食べてあげることで成仏するんじゃないかしら。そうは言ってもの、わし茹でただけの野菜って嫌いなんじゃよな。なら美味しく調理すればいいじゃねえか。この館いろいろ材料が落ちてるみたいだし。そうじゃな。ではこやつを美味しく食べられるように材料をまとめようかの。全部集まったろ。牛肉、豆腐、長ネギ、椎茸、白滝、そして割り下を入れて煮込む。うん、あら、とってもいい匂いがするわね。押しすき焼きの完成じゃないですか。そろそろいいんじゃないか。そう慌てるじゃない。あとはこれをこうして、よし、できたぞ。塩ラーメンじゃそうはならんやろ。なっとるじゃろかい。ならんわ。あ、でもこれ普通に美味しいわよ。どっから麺でできた、白滝か。いや、おかしいでしょ。あ、白菜がいいアクセントになっていて何枚でも食えそうだ。ならいいや、無事成仏したようじゃの。よし、これで占ってもらえるんだったな。俺のところに戻ろうぜ。やっと終わった。長かった、長かった、ここまで長かった。まだ四天王二人残ってる。長え、長えよ。なんか扉が全部なくなってる、行けなくなってる。え、なんでちょっとしたミステリー要素あんだよ。実は女もいなかったりしてね。いるんかい。カタ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 。どうですか、化け物はどうにかなりましたか。あ、もう大丈夫じゃ。本当ですか。でも一体どうやって。お前その顔が可愛いんだからさ、あのたけし顔やめて。釜にぶち込んですき焼きを作ると思わせて塩ラーメンを作って食ってやった。あ、ふざけてます。事実なんだけどな。珍しく事実を言ったな。まあやり方はどうあれ、無事化け物を倒したんだ。約束通り占ってもらうわよ。それはもちろん。では占い部屋に行きましょう。お、やっと。で、何を占うんですか。ニトロール層という薬草のありかを知りたいのじゃ。ニトロール層、どうかしたのか。いえ、その薬草ならちょうど持ってますよ。本当か。ええ、薬を作るときにまれに使うのでちょっと待っててくださいね。うん、はい、どうぞ。ニトロール層を手に入れた。それ結構高価なものなので落とさないように気をつけてくれ。お前フラグ立てんなよ、これジジイなんだから落とすだろこれ。もう分かった。しかしいいのか、高価なものなんじゃろう。ご遠慮なく、約束でお礼をすると言いましたので。それとどうでしょう、よければお茶でもしていきませんか。いいです。もうそれは嬉しいお誘いじゃが、この約束を待ってる者がおるからの。あとラーメンで腹がいっぱいじゃし。そうですか、可愛いけどなこの子。では
気が向いたらまた来てください。今回選ばなかった代わりに次回無料でしますので。あ、ぜひ遊びに来させてもらおう。ではまたの。はい、終わった。目的の薬草は手に入ったことだし、ルキウスのところに戻るとするかの。四天王どのタイミングで出てくんだろう。あと、魔王城だけかな。これで結局ここ入れないの、田中さんち。もう調べれないもう調べることもできない。ルキウス、というわけで目当ての薬草を手に入れたのじゃ。なるほど、それはお疲れ様でしたね。あと、それは僕のメガネですよ、ハロルド。もういいよ、もう俺突っ込まん。もうね、結局お前はこの薬草をどうするんだ。薬草は燃料として使います。燃料？お前コタル爆弾作ってた張本人か。ええ、道具自体は完成して外に置いています。あとはこの薬草を入れるだけです。さあ行きましょう。僕の傑作を見てください。ああ、これが僕の作った道具、その名もペリウスです。ペリウス、これは一体どういうものなのじゃ。簡単に言えばこれは乗り物です。これに乗って突っ込めば結界を破壊できますクソ物理ほう、そりゃすごいの。ただ少しコツがありまして、突っ込む瞬間に急ブレーキを踏まないといけません。そんなことしたら止まっちゃうじゃない。いえ、ブレーキを踏む瞬間に因果率が変わり、逆に加速して結界を破壊します。わけわかんねえ。は？まあ難しく考えないでください。警戒にぶつかる瞬間にブレーキを踏めばいいだけだったので。わかったわ。よっしゃ、じゃあこいつを使って魔王城に行こうぜ。ちょっと待ってください。最後に重要なことがあります。はい、重要なこと？はい。ペリウスは特殊な素材を使って作ってるので、この1台しかありません。もし失敗して壊してしまったら、もう作ることができないでしょう。なるほど。つまり、こういうことか。ああ、ハロルド、ザ・ファースト・ジジイ。はぁ、あ。はくそ、くそ、笑わないようにしたのに。くそ、このルキウス。その通り、失敗は許されないですよ。そんな場面、昔はいくら決まったでしょ。またしたんじゃない、大丈夫よ。おもろい、おもろいよ、腹立つ。おい、やってやろうじゃねえか。くそ、おもろいな。いや、俺だけなんか違くね。やはり皆さんは頼もしいです。さすが魔王を倒し世界に上に光をもたらした人は違いますね。ねえ、俺の目の前が闇しかないんだが。では準備が整ったら僕に話しかけてください。あの線もさこの線もさ、前にあったっけ。本家も覚えてないんだけど、そこまで重要視してないからな。いいでしょ、もう行こう。ちょっと待って、足の体勢変えていい？ちょっとずっとあぐらかいてたんだよ。足かいいし。では出発しましょう。もうやっとよ、ハロルド。さっき説明した通り、結界の直前でブレーキですよ。結界は全部で3つありますからね。油断しないでください。ヘム、任しておけ。どうやんね、ブレーキ。選択肢が出てくるので、3秒以内にブレーキを踏むを踏んでください。あ、OK です。行くぞー。はい、ステーキじゃ。え、オッケー、ブレーキじゃ。オッケー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 。こういう風な感じね。あぶねー、ちょっと割とむずいよこれ。もうこれ最後だろ。あぶねー、よっしゃブレーキじゃ。楽しかった。よし、成功です。このまま魔王城まで乗り込みましょう。ハロルド、これがでも橋から落ちたりするなよ。安心し、もうフラグ立てんなよジジイ。これでも昔は安全運転とハロルド、安全運転とハロルドと呼ばれてるとこだと。や、安心じゃんじゃん。部下が騒いでると思ったらやはり来たか勇者よ。ああ、もうこれ予想していい？引いて落ちる。他の四天王を倒したくらいで調子に乗るんじゃないぞ。貴様が倒した四天王たちは所詮ザーゴだ。俺様が真の絶望を見せてやる。我こそ何か引いていかなかったかい。気のせいだろう。しかも俺の予想全然違ったし。アンジェル人の鬼と言われたかった。わしが運転してるんじゃぞ。言われたかったんかい。言われたかったなら安全運転しないや。やりましょうね。ハッハハハ。 H 何これ、してんの3人倒したってことだよね。あと1人いるんだよな。ついに来たの、魔王城に。お前は長い道になったら本当に長かった。何お前老けてるのよ。ほんまは今からでしょ。
その通りです。思いにふけるのは頂上にいる魔王を倒してからにしましょう。頂上か。このでかい建物の中を登っていかないといけないんだろ。おいな、しかし、いや、命が持つかわからんぞ。お前何回も死んでんだろうがよ。文句言わないの。あと死ぬなら保険に入ってから死んでよね。もちろん保険金の受け取りは私はいない。おい、クズだな、ババア。今から入れる保険があるんですか？ないです。そっか。早く行こう。ふむ、話もこれぐらいにしてそろそろ行くとするか。の一周回って普通のこのハロルドがまともに見えてきたもん。あ、そうだな。頑張りました。僕たちなら絶対魔王を倒せます。その確率、37%。 行こう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 。足速っ。なんかめっちゃ足速く感じる。なんでエレベーターある。嘘でしょ。お前いつまでそれついてんの。装備、弓、いいやん。スキル、ヒール。ちょっと待って、まず一回ここ行ってみる。セールスお断り。当然だが入り口は閉まっているの。他に入り口がないか探してみるの。いや、魔王城よ。セールスお断りって魔王城よ。もういいよ、もう行こう。エレベーターで一気に行こう。で、魔王倒して終わろうもん。なんだこれは。それはエレベーターと言われるものですね。人を乗せて上の部屋や下の部屋に移動することができます。はあ、便利なものがあるもんだな。ていうか、これがあれば魔王のいる頂上に行くことができるんじゃないのか。確かに。しかし動きかし方なんて知らんぞ。叩けばよいかの。おい、何も反応しないわね。そうじゃな。ところで殴ったせいでわしの拳がズタズタになったんじゃが。殴んなよハロルド。それはボタンを押したらいいんですよ。それ言わんかい。まったく。ならばわしのボタンを押してくにこみしてやろう。はぁ、お前めちゃめちゃ強そうやんけ。何も反応しないわね。そうだな。ところで押しまくったせいで指を全部突き指したんじゃが。どうやら動かすための鍵が必要なようですね。鍵？そんなもんどこにあるんだよ。おそらく敵の誰かが持ってるとは思いますが。ついに来たか、ハロルド。魔王か。誰じゃ。あ、四天王の最後の一人か。俺のことを忘れたのか。貴様のせいで全てを失った俺のことを許さん。絶対に許さんぞ。なぶり殺しにしてやる。あた、なんかあんたのことめちゃくちゃ恨んでるわよ。いや、身に覚えがないんじゃが。この顔を見てもまだとぼけるつもりか。なぬ、さぬきうどんですよね。さぬきうどんって、ちょっと待ってね。ごめんなさい、このタイミングでおしっこしてきました。貴様、なんだその顔は。俺は故郷四国を消された香川の野郷。ごめんごめん。香川。ああ、え、ああ、なるほど。絶対理解しないだろう。それはあそこだろ。北アメリカ大陸の北部に位置する。それはカナダだ。もう絶対許さんからな。落ち着くがよい。貴様は何か勘違いしておるようだな。何？お主の故郷四国が消えたのは理由はわしのせいではない。お主の故郷四国が香川に、香川が消えたのは猫に話しかけ難を出現させた後にインド人を動かしたからじゃ。なんて？猫に話しかけ難を出現させた後インド人を動かしたら四国が消えた。は？つまり真犯人はインド人ということじゃ。そうだったのか。俺はどうやら勘違いをしていたようだな。間違えてすまなかったな、ハロルド。これはお詫びの印だ。受け取れ。あ、ありがとう。どこに行くんじゃ。決まってるだろ。インドだよ。復讐しに行く。復讐とはそこがない。いつか身を滅ぼすぞ。それでもお主は行くというのか。ああ、そうすることでしか俺はみんなに報いることができねえからな。そっか。じゃあな、ハロルド。せいぜい頑張って魔王を倒すんだな。香川に怒られろ。こうしてシャヌキウドンはインドに旅立った。インドに行った彼は復讐の末カレーうどんになった。
おもろかったな今の。いや俺好き。もう包み隠さず言う、このゲームは神ゲーだな。めちゃめちゃおもろいぞ。いやもう後戻りなんてしねえ。早くクリアして、さっさとクリアして、この RPG かっこ RPG ではないをクリアしたい。はよついて。あ、来た、やっと来れた魔王城。あ、めっちゃ魔王だ、よかった。ジジイだと思った。こう結局魔王もジジイなんだろうなってちょっと薄々思ってたけど違った。魔王ダークロード、久しぶりだな、勇者ハロルドとその仲間たちよ。貴様らに倒されて70年経ったの。我はついに復活を果たしたぞ。ギリだね、あと17ぐらいの時出したんだ。また世界を支配しようとするとは全く懲りないやつだの。昔のように再び縛いてやるわい。それはどうかな。あ、なんだと、後ろから挟み撃ちか。あた、どうぞと戦いなさいわ、貴様な。魔王様、こいつらの相手はお任せください。ハロルド、僕たちはこっちの相手をします。君は魔王と戦ってください。バカたれお前、戦うわけねえだろお前、1対1で無理だろうがよ。ようやくこれで一騎打ちだな。昔は4対1でボコボコにしてくろってちょっと泣いたわ。ごめん。ならば再び泣かしてやるわい。覚悟しろ魔王、かかってこい。よしよし、絶対勝てない、絶対勝てない、あ、絶対勝てないよ。その前に持ち食って死ぬか、どうする、諦めるか、どうする、攻撃するか。絶対攻撃当たんねえだろこれ、食らわねえだろ。でしょうね。え、たまたま、お前も仲良くなろ、たまたまだよねお前も。え、お前も年取ったジジイなんかねえ。魔王もういいって、でも突っ込まん突っ込まん、早く終われ早く終われ、マジでいつまで続くの。ラジカーかお前、貧弱すぎだろ貴様。あれ、みんな負けてね、あれ後ろのやつら全員死んでね。お主こそなんじゃそのクソ雑魚攻撃は。ワルドって見た目は変わっておらんが年を取っておるのだ。あ、そうなの。正直今の戦闘でもう疲れたわ。黙れ、わしの方が疲れたわ。なんだとこの野郎、こうなったらあれで勝負をつけようではないか。上等じゃ。何すんの。何、高く高く飛んでいけ、ヘブンザレーシング、レーシング。さあ晴れ渡る空の下始まりました、魔王と勇者のカジンコイジキ打ち対決、その名もヘブンザレーシング。果たしてどちらがいち早くヘブンにたどり着けるのか、天国じゃねえかよ。注目一戦です。皆様こんにちは、実況のルキウスです。そして解説には田中さんを呼びしております。誰だよ田中さん、本日はよろしくお願いします。お前かい、なんであいつそこにいたの。今回の戦い田中さんどう見ますか。喋んねえのかよおめえ。なるほど、もういいよお前、ほんと映んないで、気持ち悪いから。確かにやはりそういった点が勝負の面を分けるということですね。さあ続いて選手の紹介です。まずは我らが勇者チーム、勇者ハルド、ハロルド選手、今回の対戦相手である魔王選手にどのような印象がありますか。魔王強いよね。序盤中盤終盤隙がないよね、だろうおめえ。なんだよおめえ、なんだよもう、隙がないと思うよ。だけどわしは負けないよ。うん、なるほど、ありがとうございます。続いて魔王チーム、使用するのはもちろんこの男、魔王ダークロード。ダークロード選手、一言お願いします。我が家愚弄するレースを皆さんに見てもらいたいね。うん、あなたも将棋やめろ。ありがとうございます。ではレース開始の前にルールの説明いたします。レースは至って簡単、幽体離脱をして雲や鳥などの障害物を避けながら先にヘブンにたどり着いた方が勝者となります。ちなみに負けた方は対椎茸農家になってもらいます。まあまあいいじゃん。それでは間もなく始まります。え、俺がやんの。幽体離脱して準備はいいですか。ではよーいスタート。ちょっと待って、あ、普通にこう行くんだ。あー、なるほどね。で鳥とか避けながらこういって、俺めちゃめちゃこういうの得意だから言っとくけど、あ、こう、あ、やべ、こういってこういってか、あ、はいはいはい、魔王、魔王ちょっと、よし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 、こういうの得意だからね言っとくけど、魔王、あ、勝っちゃった、魔王弱、決まったー、ハロルド選手ゴールしました。なんだと、我が負けたというのか。
残念じゃったな魔王よ。今回もわしの勝ちじゃ。さすがだな勇者ハロルドよ。約束通り負けた我は椎茸農家になろう。うむ、良い椎茸を作るんじゃぞ。あ、え、おめでとうございますハロルドさん。さあ行きましょうか。うむ。わしこれ死んでね。おもろかった。いやめちゃめちゃ面白かった。近所の乗らない俺ライオンじゃねえバカだれ。これ終わりか。あー天国行っちゃった。ちょっと待ってね。ってことは多分これ魔王が勝つエンディングもあるんじゃないかな。一旦まずギリギリまで俺が進むね。ちょっと完璧なムーブを見せたいみんなに。あいつ鳥スルーしていってない。あ来た。どうなんだろう。決まった。ダークロード選手ゴールしました。なんじゃと、わしが負けた。やったやったぞハロルドよ。今回は我の勝ちのようだな。悔しいがその通りじゃ。おめでとう魔王。魔王様おめでとうございます。おめでとうおめでとうおめでとう。はあ、ありがとうみんな、ありがとう。いや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 、おめでとうございますダークロードさん。さあ行きましょうか。ああ。あ待ってこれし、あ、あーなんかやっぱ続きある。勇者ハロルド、そしてその仲間たちよ、よくぞ魔王を倒してくれた。これで世界は救われ、民たちも喜んでるであろう。ほほ、勇者として当然のことをしたまでじゃ。しかしわしも年じゃな。今回の冒険で痛感したわい。まったくだな、もう魔王退治なんかしたくねえ。田舎で畑仕事でもしながらゆっくり余生を過ごしたいで。てかお前に関しては自分からついてきたんだろ。なら僕のメガネバカ畑を手伝ってください。やだろ。いや、それより王様や、魔王を倒したんだからたっぷり報酬があるんでしょう。早くくださいな。相変わらず現実に逃げ場だなお前は。仕方ないでしょ、病気の孫を救うためにお金がいるんだから。マーシャ、孫が病気なのか。ええ、珍しい病気でね、症状を抑えるために高い薬がいるのよ。だからキャバクラで働いたり幸せ玉詐欺をしてお金を集めていたの。正直この旅も仲間だからとか綺麗事言ったけど、本当は報酬が目当てだった。ごめんね。いや構わぬさ、家族は何よりも大事だからの。そうだね王様や、ちょっといいかの。なんだ。わしの分の報酬をマーシャにやってくれ。ハロルド、良いのか。わしが持っていても使わずに死んでしまいそうだからの。いやそれでいいのか本当に。一番頑張ったやん。僕のもお願いします。お金には困っていませんので。あんたたち。おい、やれよお前も。空気読めよ。オレックス、お前もか。一言言わしてくれ。お前、孫いねえだろうが。知っていたのかい。残念だね。もう少しで騙せるところだったのに。バレちまったからには仕方ないわね。あばよ、ジジイども。なんだあのババア。おい待てクソババア。こうして無事魔王を倒すことができた勇者ハロルド。しかし彼の苦難は終わらなかった。まだ終わんねえの。もう十分おじいちゃんなのに。後に現れる邪悪な教団、幸せとの戦い。そしてその教祖となっていたかつての仲間マーシャ。彼らの運命は一体どうなるのか。次回アレックス。おもろ。わあ、エンディング2個あるんだな。面白かった、めちゃめちゃ面白かった。なんだこれ。あなたと近所の野良ライオン、ありがとうございました。いや面白かった。なんだろうこれ、なんめちゃめちゃ神ゲーじゃん。
いやさ、途中で手に入れたなんか合法のなんか葉っぱみたいなやつとかも使い方まだ分かんなかったんだけど、ちょっとなんかみんなもやって探してみてください。まだ俺見つけてない何かあるかもしれない。いや神ゲーだったわ。RPG ではなかったけどね。